拶を交わしていきたいと思います。主はあなたを愛しておられます。そのように挨拶を交わしていきましょう。
私たちが日々の歩みでも中で目を留めるべきお方はイエス・キリストただお一人です。私たちが見据えるのは主が来られるその日です。私たちはそこに期待しています。私たちの希望はそこにあります。主が王として帰って来られるその道を私たちは日々礼拝しながら待ち望みます。王の王が帰って来られるその道を私たちは備えていきましょう。賛美を通して主の道をもうてっけていきましょう。ハレルヤ。栄光に輝く、栄光に輝く、王が来られる。その目は愛に燃えるほど、その右
ちがなされるように、御国がこの地に来るために、感謝します。ハレルヤ、エイメン。私たちは大なるイエス様を毎週礼拝する、そのために集まっているのであります。ハレルヤ、私たちの賛美を、神様ですね、王座にしてくださると詩編に書いてあります。アーメン。もう立派な王座を毎週毎週毎週、我々の教会だけではなくて日本のすべての教会で素晴らしい王座が賛美を通してイエス様のために設けられることを願います。アメン。ハレルヤ。賛美を持ってイエス様をますます迎えましょうと言って挨拶をして、どうぞ お座りになってください。周りの方々とどうぞ。アメン。アメン。
素晴らしい賛美を持ってイエス様を迎えましょう。アーメン。また先週も素晴らしい1週間でした、神様の、祝福が本当に豊かに、自分だけじゃなくて全日本の上に皆さんの上にも注がれる、1週間であったことを感謝します。アメン。教育者大会に行ってまいりましたが、後ほどですね一緒に行った、深津兄弟もし、できればあの証をぜひ聞かせていただきたいと思います。今日初めて新宿シャロム教会の礼拝に集っている、大城陽太郎さんですね、今日初めて来られていると思いますが立っていただけるでしょうか。みんなで歓迎します。ハレルヤ。隣の方も初めてですか。あ、2回目ですね。はい、ありがとうございました。感謝です。それではここで捧げ物の時を持ちたいと思います。アメン。数々の恵み祝福を私たちは受けてるんですけども、イエス様ありがとうございますと、喜びを持って御前で捧げ物をしたいと思います。一曲賛美しましょう。イエス様ありがとうございます。あなたこそ私たちのすべてであることを感謝します。私たちは本当に喜びまた愛を持って御前で捧げ物をしましたが、主は本当にこの捧げ物をもう喜んで、受け取ってくださっていることを信じます。どうぞ一人一人の上にまたこの献金の上に、天の御国の窓を開いてあふれるばかりの祝福を注いで用いてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、ワーシップチームありがとうございました。素晴らしかったです。はい、はい、拍手を受ける前にもう座ってしまいましたので、はい、どん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 謙遜になりつつあるんですね。感謝します。はい、ここでまずアナウンスをさせていただきたいと思いますが、今週慎吾先生はドイツに、行かれますので、どうぞ、覚えて祈ってください。7000カンファレンスが3月23日からあります。あと洗礼式は3月29日に予定しています。またユン先生という素晴らしい、この教師の賜物の選挙選択なで奉仕をされている特別講師がいらっしゃるので、どうぞ修法に書いてあります、その集会に出られればどうぞ、出てください。
あと、ですね、5月の話でありますが、連休の時に、お花リトリートという、キャンプの交わりの時があります。参加できるならばどうぞ参加してください。300人以上が集まって本当に素晴らしい賛美、また交わり愛、そして御言葉の挑戦の時になります。そして同じ時期に神戸のホームカミン大会が持たれます。行きたい方々はどうぞいらしてください。そして5月の最後にはイスラエル旅行ですね、エンパワー21世界大会に参加するためのイスラエル旅行を準備しているんですが、すでに申し込み者が与えられていることを感謝します。私がそのツアーを組んでいるので本当に責任を感じるんですね。最低10人集まらないとあの料金を私たちはもらうことができないので、あと8人が与えられるようにどうか皆さん祈ってください。すでに1人が与えられて私も行きますので、あと8人、第2礼拝の中からもぜひ行きたいという方々、起こされるといいね、アメン。イスラエルに行こうかどうしようかとどうぞ隣の方に言ってみてください。イスラエルに行きましょうかどうしようか、主はどう導いておられるんでしょうねとね。はい、感謝です。洗礼準備会を来週ですね、また再来週したいと思いますので、礼拝の直後、洗礼準備会に参加してください。はい、今日は何の日でしょうか。昨日は何の日だったでしょうか。昨日はバレンタインデーでありました。今日はですからバレンタイン礼拝の日であります。素晴らしい特別プログラムが用意されています。拍手を持って迎えましょう。感謝します。
らなくちゃあなたのためと、皆さんもあの女性の私たちは皆さんのためにいつも後ろでっていうか前でっていうかあの祈っております。皆さんに素晴らしい祝福がいつも下るようにと祈っております。ここで、このファンキーチアガールズの皆様が男性の皆様にチョコレートをあのプレゼントしたいと思いますので、男性の方はちょっと立っていただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、あのこの素晴らしい男性の皆様に拍手して感謝して祝福したいと思います。じゃあチョコレートもらってくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。感謝です。素晴らしかったです。今日はあのこの素晴らしいバレンタインの日なんですけれども、礼拝に続きまして昼食会もありまして、ぜひ男性の皆様はあの残ってくださって、一緒にお食事お願いします。素敵なケーキもあります。男性優先になっておりますのでよろしくお願いいたします。いやすごいですね。いや今日は男性で生まれてよかったと本当に実感が湧いてきます。アーメン、ハレルヤ。いや素晴らしかったですね。もう ありがとうとかね、神様はあなたを愛してますよと、それはみんなのためだと思ったら、あ今日はバレンタインですから我々男性が神様に愛されてるっていう、そういうメッセージだと、分かって本当に嬉しくなりました。その神様の愛にますます私たちを応えていきたいと願います。姉妹たちありがとうございました。素晴らしかったです。そしてあのグリーンのシャツを着ている方々も素晴らしかったですけども、そうじゃないあの最後の方々もねえよかったですね。いやーねもう本当に愛があふれて喜びがあふれて解放があふれて本当に素晴らしかったです。感謝です。はい、3月のホワイトデーも、何か今日ちょっと男性たちあの、ね、礼拝の後集まってこれはかなりあの頑張らないとちょっと、来月はもう恥ずかしいと思いますので、今日の礼拝の直後ですね、兄弟たちどうぞ集まってください。よろしくお願いします。もう一人 の方が、今日初めて、礼拝に集っておられますチャールズ・チェンさんですね。立っていただけるでしょうか。エイメン。チャールズさんです。実はあの、シャロム教会この礼拝は初めてですけれども、中国語礼拝にはずっと数ヶ月間あの手伝いにいらしてくださっているんですね。ギターがあのうまいのであのもう本当に賛美を盛り上げてくださっているんです。本当に素晴らしい方です。アメリカ出身、ニューヨークに、このふるさとがある兄弟であります。礼拝の後どうぞ英語でも中国語でも日本語でも、分かりますので話しかけてみてください。感謝です。はい、はい、それから先週、日本ペンテコステ信仰会ですね、あの親しい交わる信仰会の教育者大会が、ありまして、とっても素晴らしかったですね。深津兄弟にぜひその報告をお願いしたいと思います。どうぞお願いします。感謝です。おはようございます。ありがとうございます。すごく嬉しいです。ありがとうございます。先週、エリマ先生とともに、ペンテコステ信仰会の方へ行ってまいりました。約延べ700名ぐらいの方たちが参加されまして、本当に素晴らしい4日間の信仰会を持つことができました。で、今回そのシフトというテーマでですねやってるんですけども、これどういったことかというと、あのバトンを次から次へと渡していって、で本当にこうもっともっと
素晴らしい神様の栄光を表す教会として成長していこうというそういうような働きの信仰会でした。で実際にですね、いろんな方たちとか話したりするとですね、もうあれが私の父なんですとか、あそういうようなもう次世代次世代へといろんな世代がですねこう集まって、でまたユースの本当に若いパワーのある方たちのですねまた賛美とかもあったりして本当に素晴らしい時でした。でまたエルマ先生も聖霊のバプテスマという講演もされまして、でなかなかですね、その会場とかにいるとですねエルマ先生とはそばにいられないんですね。でもみんながですねエルマ先生エルマ先生ってこうみんな挨拶に来られるんで、私はもうずっとこう会話の外の方へそういう感じだったんですけども、でも本当にこの、いろんな方たちと話したりしてもですね、この新宿シャローム教会って知らない人はもう誰一人いないんですね。もうみんなあの新宿シャローム教会ですかっていう、もう本当にそれほどにですねこう名前がこう全国にこう知れ渡ってですね、神様を栄光を表す教会としてみんながそういうふうに見てくださってる、教会であることを本当にこう誇りに思いました。で私が泊まった部屋はですね4人部屋だったんですけども、まあ、そこに何人かとこう一緒にまあ寝泊まりをさせていただいたんですね。で、まあ、ちょっと2つぐらい証があるんですが、そこに一緒に泊まってた若い兄弟、多分20代だと思うんですけども、彼がですね、大阪から来られてたんですね。で彼と話している時に、まあ、お互いどこの教会ですかっていう話をしますので、そしたら新宿シャローム教会です。あ、新宿シャローム教会ですか、実は1月に私祈りに行ったんです、そういうふうにおっしゃってたんですね。で本当にもう嬉しかったですね。でじゃあその祈りに行ったのはどこか東京のこういろんな見学とかしてその帰りとかついでに来られたんですかって言ったら、違うんです、私はもう祈るためだけに新宿シャローム教会に行きました、そういうふうに言ってました。で本当にですねそういうふうにこうもうみんながですね祈りに行きたいっていうそういうような教会と今こう成長していることを本当に嬉しく思いました。であとですね、もう一人、ちょっとまあ年配の先生なんですけども、牧師先生が同じ部屋で、一緒に泊まってたんですが、まあ、その方ともいろいろ話してまして、まあ、最初はいろんなそれぞれ証しのこととかそういうような話をしてたんですけども、実はその牧師先生がですね最終日部屋に私とその牧師先生と二人きりになった時があったんですね。でその時にですね不活兄弟っつって向こうから来られて、まあ、若干ちょっとこわもての方だったんではいっていう感じでちょっと何でしょうかっつったら、あなたの言ってる新宿シャローム教会そこは徹夜祈祷もされてるっつってましたねっつって、はい、しております。24時間ずっと絶え間ない祈りと賛美を支えております。そうですか、実は昨日の夕方、政界の終わりの時にある姉妹から私は予言を受けましたと、それは あなたはこれから祈りによって人を癒していきます、まあ、そういうことを言われたんです。でその時にその牧師先生が思ったのは、あそういえば部屋に看護師がいたなっていうふうに思い出したそうなんですね。で、まあ、それと同時にですね東京にちょっと心臓の病を患っている方がいらっしゃって、まあ、ちょっと余命とかそういうことを言われている方だそうなんです。でその人ことが頭に浮かんだそうなんです。これは祈らないといけない、でしかもそういういろんな情報が全部つながって私は行かないといけない、そういうふうに示されたそうなんです。でその方はですね実はその政界が終わったらすぐにもう帰るはずだったんですけども、自分の地元の方にですね、まあ、彼は宮崎の方なんですけども、ですがそのまま私は宮崎は帰らずにこれから新宿へ向かいます、そういうふうにおっしゃったんですね。ああ本当ですか、分かりました、ありがとうございますって、まあいろいろシャロームの住所とか電話番号とか地図とかをお渡ししたんですが、最後帰る時にですねちょうど偶然に、会いまして、もしよかったら一緒に私たちの車で行きませんかって言ったら行きますっていうことで一緒に、エルマ先生とも4人でですね、そう妻恋っていう場所だったんですよ、そこから新宿へ帰ってきまして、そのままその先生は礼拝堂へと行かれて、今夜天
徹夜で私は祈ってきますって入っていかれました。本当にですね、もうこの祈りの家が今もう本当に用いられてですね、素晴らしい働きをされているということを本当に実感できた時となりました。また全国にはですね、また全世界にも本当に祈りの家がいっぱい建ってますけども、本当に今神様がこの場所を用いてくださっている、神様栄光のために用いてくださっていることを本当に実感できた素晴らしい時でした。ありがとうございます。はい、報告ありがとうございました。ちょっと今日献金ができなかったんですね。大会に出て向こうに着いてからですね、稲垣先生2日の夜の献金を、進めてくださいと言われました。で、まあ、何を言ったらいいんだろうかとこう思ってですね、ある御言葉が浮かんできたんですね。預言者が王様に、矢を手に取りなさい、そして地面を叩きなさいと。で、王様が3回叩いて、止めたんですね。で、預言者が怒ってですね、なぜ3回で止まったのか、5回も6回も叩いたらば、バビロンの敵国に対して完全な勝利を得ることができたのに、3回しか戦わなかったために、部分的な、ね、1回2回3回の勝利はあっても、やがてはバビロン帝国に任されるようになると、まあ、予言を しました。その御言葉を分かち合って、そして皆さん自分の町で完全な勝利を悪魔に対して取りたいですか、それとも部分的な勝利だけで満足ですか、数十人数百人の魂の救いだけで満足しますか、それとも何千何万人、この町全体が本当に揺さぶられて変革されてですね、もう本当に神の国がこの到来するような町に なってほしいですか、と聞いたら、もちろんみんなそうです、アメン、完全な勝利を取りたいですと言ったので、それでは矢はありませんので、私たちは千円札を一本の矢にしましょうとね、そして、1回2回3回1000円2000円3000円でもいいですけれども、本当に我々の心、私信仰の告白の表れとして、この5000も6000も1万も捧げましょうと、そういう勧めをしたんですね。めったに私は献金の勧めをしないんですけれども、去年頼まれてやったら、たくさん与えられたから、今年もしてくださいと言われたと思いますね。とにかく、しましたらば、とにかく自分自身が勧めてるので、やっぱり自分が勧めるならば自分がまず実践しなきゃならないので、たくさん捧げることができて、申し訳ないんですけども今日は残っていないんです。はい、とにかくその後ですね、本当にたくさん捧げられて、たくさんの牧師たちからもその後言われたんですね。もう本当にその勧めに刺激されて、自分の町も本当に悪の力が砕かれるように願って、もう私思い切って捧げましたよと多くの方々が言ってくださってですね、委員会の方からも報告があって、とってもたくさん捧げられたんですよと言ってくださったので、本当にこの新宿の街にこそ、歌舞伎町もあるし、ね、あらゆる悪ですね、サタンの働きがあるので、私たちは思い切ってこの街でもうサタンの力が砕かれることを願って祈り、また賛美し、また献金をする教会となりたいと願います。アメン。これからは献金ね、2回目は集めないので、どうぞ安心してくださいね。今の報告としてですね、分かち合っただけです。その講師の方はマーク・コナー、カナーかな、先生でした。少年の時にこの教会に
いらしてくださったことがあるんですね。お父さんが講師で、一緒についてきたんです。で今はもう2メーター、どのぐらいかな、2メーター10センチぐらい、ものすごく大きな男になって、しかも本当に素晴らしいメッセージを語って、実際的なメッセージ、御言葉をものすごく素晴らしく解き明かして、本当に牧会者ですね、そしてもう愛があふれて素晴らしい政界でした。その他ディック・アイバソン先生、85歳でした。それでも世界中をね、回って説教してるんですね。そしてジニー・スミス先生、ジニー夫人も来られました。ウェンデル・スミスというご主人が9年前のこの教育者大会の講師として来られた時に一緒に来られたんです。でその時ウェンデル・スミス先生はもう信仰とビジョンの器ですね、もう燃えて、皆さんどうか若者たちに投資してください、もう次世代を起こすそのような教育者大会になってくださいとね、もう大きなチャレンジをして、この若者、日本の若者 のための特別献金を集めましょうですね。でその時、500万ぐらいが集まったんですね。もうみんなものすごくね、こうもうすっごい燃やされてですね、もう思い切って捧げました。しかしそのウェンデル・スミス先生は自分の教会からもこの献金に参加しますと言って、500万円の小切手を切って、それを委員会の委員長に渡したんですね。私たちね、600人だったでしょうか、700人だったでしょうか、思い切ってみんなで下げたら、500万でしたが、もうウェンデル・スミス一人でですね、もう教会を代表して、私たちの教会も日本の若者、日本の教会の将来に捧げます、投資です、我々にとっては投資ですと、私たちが種をまけば豊かな実を神様はこの日本にも、また自分たちの教会シアトルにも与えてくださると宣言してですね、もう本当に私たちは圧倒されました。すごい器ですね、信仰の器です。ですからジニー先生が、でその後ウェンデル・スミス先生は、召されたんですね。あれだけパワフルな、ものすごいもう説教者、また信仰の器ですね、シアトルの町に行ってリバイバルを起こして、教会がどんどん成長してきたんですね。のに神様が天に召されたんです。その奥様ジニー・スミス先生が今回来られて、ランキー流を通る時の私たちの姿勢についてメッセージをしたんです。もう聞きながら私は泣いてましたね。本当に愛する夫が召されて、どうしてと、もう本当に混乱、また悲しみですね、もうフラストレーション、信仰の器ですね、癒しをいつも祈って、素晴らしい奇跡、御業がいっぱい起こっている、もう本当にリバイバルの教会、今その教会は1万人になっているんですね。もう牧師が召されて、息子に、最後に息子に教会を託して、ね、頑張って信じますと、いつも励ましを与える器ですね。信じます、あなたできると、30歳の息子さんに6000人の教会を託したんですね。もうみんな心配していたでしょうけれども、数年後その教会が今1万人の教会にどんどん成長しているんです。ですから私がジニー・スミス先生のもし通訳をしたならば、涙ながら泣きながらですね、多分通訳したと思います。ものすごい心からのメッセージですね。
本当に素晴らしい盛会でした。50周年目でありまして、来年また新しいスタートを切りましょうという意味でシフト、していこうと、とってもふさわしいテーマだったと思います。はい、もう一人の大きな器が、先週、召されました。私たち教会にもメッセージに来られたことがあります。ハワイに住んでおられたんですね。この過去20年でしょうか、30年間ぐらい日本からハワイに行かれまして、グレイスバイブルチャーチの日本語部の牧師を務めておられたんですね。その息子も、医者になったんですが、その息子が東京大学に通っている4年間の間ずっとこの教会に来てくださっていたんですね。前田兄弟がとても親しく交わっていたので、ちょっと前田兄弟の方からもう少し詳しくその報告をお願いしたいと思います。すみません。感謝します。小林先生のことですが、先週の現地時間12日、早朝に、召されました。昨年からですね、膀胱がんを患っておられて、その中でも病をしてサハリンまで行かれたのが昨年の秋ですね。その後急にやっぱり体力が落ちてきて、そして12月からはずっと伏せておられてですね、そして最後の時はもうそろそろ膀胱がんでもう血栓のようなものができて痛みが出るだろうというので、モルヒネを打とうというその息子さんが圭一先生ですけれどもと思った時にですね、それを打たずに済むぐらいに安らかに召されたということです。小林先生は二十数年ですね、その前にも稲城先生ともご存知ですし、私も初めてはドイツに出かけていると言いますか、ドイツで仕事におりました時に知り合って、その後ずっとお付き合いしているんですけれども、ハワイから彼は北の方ですね、ソ連サハリンの方に選挙に来なさいというメッシュを受けまして、それでどこへ行けばいいのか分からず、誰に会えばいいのか分からずにですね、ちょうどアブラハムよりちょっとあれですね、アブラハムは行き先全然ですけれども、小林先生の場合はサハリン、ソ連の方へ行きなさいと、行き先はとりあえず示されたという形で出て行かれました。そしてサハリンでは全然知る人もないところで、ただ紹介した人とですね会えなくて、空港でどうしようかと言っているところで、偶然にも長く待ってたらその人が遅れてやってきて空港で出会えたという奇跡を最初から持っておられて、それでその後年に何回か出かけられまして、そして各地の教会をですね建てられたり、それからもちろんその先々で宣教したりしておられました。特にやはりロシア語ですので、何と言いましょうか、誰か、小林先生はハワイにおられましたが英語ができるようになりまして、英語はおできですから、誰か通訳をということで探してたら、たまたまウクライナから出身のですね女性の牧師ですけれども、エレーナ先生という方が一人だけ英語のできる方がサハリンにおられたということでもって、その方を通じていつも宣教に出かけておられました。サハリンというのは結構長縦に長いんですね。オハというのが一番北の方にあります。石油の出るところですけど、それから一番南の方は稚内からほんの、フェリーですと 4,5 時間で行けるのかな、それぐらいのところでもあります。しかしやっぱり冬は厳しいし、夏はぬかるんで大変という後進国ですね、後進状態でした。発達途上といいますか、そういう中で先生は伝道してこられたんです。そして日本の中にもあちこちで先生の宣教をサポートする方々、それから教会も起こされまして、それで向こうサハリンの方にはですね非常にまだ貧しい状態なんですね。
ですから特に信者の方々がやっぱりある程度ソ連時代からの刑事いわゆる秘密警察こういうところもいてですねこういうペンテコステ系の教会を圧迫するということがあるんです。今でもそうなんですね。ですからそういう中で信者の方々は非常に困っておられる方もおられるのでそういう方の支援もしてこられましたということです。それで昇天式は来本当は今週の土曜日ということだったんですが少し順延になりまして3月の14日に、なりました。私も出かけるつもりでおります。先生は本当に大きな器だったと思いますね。先生は京都の方で、牧会しておられてその時に、威厳を受けられて聖霊のバプテスマを受けられたら今度は追い出されてそしてあれですねこの群馬の方といいますか関東の方に来られたんですけどそこでもまた追い出されてそれでドイツに来られた。そこで私もドイツに仕事行っている時にですねお会いしましてちょうど私たち の家の方にですね来ていただいてというようなことで交わり始まった次第です。それで私がこの教会に導かれたのも実は小林先生によってでありましてその前 のカリスマ聖会の小さい集まりがまだあったんですね。その時は稲久先生やそれから小林先生それから小岩の吉山先生なんかのこういうグループがありました。そこへ一度だけ連れて行かれまして稲穂先生にも一度お目にかかったことがあってそして、私が前におりましたドイツ人の宣教師のところからやはり聖霊のバプテスマを受けると出ることになりましてその時にこの教会に導かれたということです。ですから、そういう意味ではこの教会との接点をつなぎていただいた方でもありましたのでずっとロシア選挙支援の会ということで私の方で国内のサポーターの方々のいろいろ献金とかそれから御用それからサハリンからエレーナ先生が来られた時にはそのスケジュールそういうことを全部まとめてやってきた次第でした。これから引き続き、ロシア選挙ということは続けていくつもりでございますけれどもご家族の上にですね、慰めと平安があるようにお祈りいただければと思っております。よろしくお願いします。それからもう一つだけよろしいですか先ほど先生がですね慎吾先生のことをおっしゃいましたけどこの週報ちょっと間違っているところがあります。16日日曜日からと書いてありますけれどもこれ15日今日ですね今日の第3礼拝の後慎吾先生ドイツの方に行かれます。ただドイツといっても広うございますので場所がですねシュトットガルトブンデスリーガとそれからメルセデスベンツですねこれでご存じだと思いますがドイツ の南の方です。南の方でミュンヘンとそれとハイデルベルクの間あたりにあるところですねちょうど中間あたりにあるそちらの方での大会に行かれますのでぜひ、そのこともお祈り合わせてお祈りください。感謝します。はい、はい、感謝です。どうぞ。はい、ありがとうございました。小林先生は日本でも、牧会伝道されましたがハワイで、また長年されましてそしてサハリンに導かれたんですけどもサハリンの働きがもう一番たくさんの実を結んで全部で70いくつの教会ができたそうですね。数千人のですから信者たちの数になっているんです。神様はどのような形でどこで私たちを用いてくださるか本当にわからないんですね。前田家族もこの教会に案内してくださった、本当にその働きは感謝でした。あともう一人ですね岡つぐみち先生はホーリネス出身でずっと飢え渇いて求めていたら教育者大会に、行かれまして、そしてどうやって聖霊バプテスマをこうもっと力を受けることができるんだろうかっていう時に小林先生と話し合う機会が与えられて、
祈りましょうということで、小林先生が岡先生のために祈ったら聖霊のバプテスマが下って、威厳も与えられて、こうカリスマに岡先生も変わりました。ですからね、あっちこちで本当に神様のご計画の中で、あの誰を使わそう、あ小林、ね、ポーンとあの使わせて、サハリン、岡先生、前田兄弟、などなどで、本当に素晴らしい御業をたくさんたくさん、しておられるんですね。はい、感謝します。はい、それではですね、今日のメッセージに入りたいと思います。今日はちょっとどうしようかとこう最後まで迷っていたんですが、このメッセージにしたいと思います。実は第一礼拝で違うメッセージをしたんですね。そのメッセージをしようかどうしようかと迷っていました。で、第一礼拝は実はですね、4つ5つぐらいのメッセージがあったんですね。勝浦先生も力強い素晴らしい宣教のチャレンジを与えてくださいました。小林兄弟もミャンマー宣教の時の4つのメッセージをかいつまんでですね紹介してください。ものすごくみんなもう燃やされて満たされたんですね。ですからもう本当に第一はもうたくさん豊富なメッセージでありました。今日は第二礼拝でちょっと違うメッセージをしたいと思います。まず今年の私たち教会に与えられているテーマでありますが、天の父の愛、これが1年間私たちはぜひ求めていきたい、テーマであります。そして鍵の御言葉はマラキ4章5節6節でありますが、預言者エリアを神様は使わすと、世の終わりの時代の教会の上に使わす、世の中に使わすと言っておられるんですね。何のために使わされるでしょうか。父の心、また子供の心を、お互いに、向けさせる。やっぱり親子が、ね、断絶になって、こうお互いの、気持ちが全然わからない、またお互いに傷を、与え合うような時代に、なっています。毎日のように新聞とかテレビのニュースを見ると本当に悲しい、事件が、次から次へと起きているんですね。親が子供を殺す、また逆に子供が親を殺す、夫が妻を殺す、また最近は妻が夫を殺すような事件も本当に多くなりつつあります。不法がはびこるためには、多くの人の愛は冷え込むとイエス様も言われたんですけども、まさに私たちはそのような愛が本当になくなりつつある、その時代に生きているんですけども、神様はその時代にこそエリアの霊が必要であると、エリアを送ると、そして再び、父の愛、父の心を、人々に回復してくださると。神様本当に素晴らしい神様ではないでしょうか。皆さん、素晴らしい計画を持っている。マラキのこの予言はもう2400年前に書かれた予言でありまして、ぴったりの今の世の中の必要に合う、そのような予言であると思います。はい、そして先週ですね、私たちの教会では毎日デボーション、聖書を読む、そしてお祈りをするという習慣ぜひ身につけたいと願っているんですけれども、旧約聖書から1章、新約聖書から1章が多いですね。けれども時々第2サムエルのように旧約聖書の2章を毎日読むというような時もあります。先週は詩編の最後の 5,6 編を読み終わりました。いやー本当に詩編は素晴らしいですね。しかし詩編は長いですね。150編まであります。聖書の中で一番長い書簡でありますが、それを読み終えることができました。そして同時にマタイの福音書も最後の6章を読みましたが、最後の5章かな、ごめんなさい、5章ですね。そしてやっぱり6章です。そしてこの十字架の場面、そして復活で最後の世界宣教の命令が書いてある28章まで読みました。第一礼拝ではミャンマー宣教
そしてフィリピン、また諸国の宣教という2つのチャレンジがあったんですけども、ぴったり、デボーションの、箇所にあった、そのようなメッセージでありました。で今週ですね、明日から始まる1週間は、第2サムエルの2章ずつ読んで3章から16章までの御言葉をカバーしたいと思います。で今日ですね、この第2礼拝のメッセージはマタイの福音書の25章からそれが第一礼拝のメッセージだったんですね。ごめんなさい。あ、本当だ。25章の、第一と違う、ね、違うところの、御言葉からのメッセージをしたいと思います。はい、神の国とはどんなところなのかということをご一緒に、マタイの25章から、見たいと思います。有名な5タラント、2タラント、1タラントの3人のしもべの話であります。しもべたちとタラントのイエス様の例え話でありますが、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようであると、まあ、1番、2番、3番などと書いてありますが、1番は下の方を見ると1、キリストですね。旅に出ていくこの人はキリストの象徴であります。イエス様もこの世に3年間半滞在されて、そして旅に出かけたんですね。ふるさとへ、天国へ帰られたんですね。そして2番はしもべたち、この旅人のしもべたちは、まあ、王様ですね、この方のしもべたちは我々信者を象徴する者たちであります。自分の財産を彼らに預けたとありますが、財産は皆さん何を意味するんですか？あら、返事がないんですね。はい、下の3と書いてあるところですね、財産に3がついているので、下の3には金銭と書いてありますね。まあ一つの当てはめですねは金銭。イエス様は私たち一人一人に金銭を与えてくださる、ね、もっと与えてほしかったのにと皆さん思っておられると思いますが、やっぱり5と2とそして1をそれぞれしもべに与えられているんですね。自分は5を与えられていると感じる方、ちょっと手を挙げてください。アメン、ハルビア、素晴らしいです、アメン。自分は2タラントをもらっているかなと、金銭的には2タラントかなと思われる方、どうぞ手を挙げてください。何人かね、自分は1タラントをもらってるんじゃないかなと思われる方、どうぞお手を挙げてください。自分は何ももらってないと思われる方ね多くの人はですね、自分は1ぐらいかなと、金銭的なね、財産は1ぐらいかなと思ったりしてるんですけれども、まあ日本からですね出かける、ね、海外に行くとね、まあ、ミャンマーね、フィリピンなどなど行きますと、どんなに日本人は比較的貧しいと思われるような日本人であっても、海外に行くと5タラントですね、もう金持ち、日本人は金持ちっていうふうにみんなから見られているんですね。だって海外旅行ができるということ自体は彼にとってはもう夢の中の夢のような話で、とってもとっても一生がありえない話でありまして、しかし我々日本人は自由にこの旅行できる、そのような身分でありますね。はい、それぞれのしもべに5タラント、2タラント、1タラントを与えられました。まあ、それは後で15節に出てくるんですけれども、彼はおのおのその能力に応じて、1人には5タラント、1人には2タラント、もう1人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたとあります。4番、能力に応じてとありますが、才能をも意味する、あらゆる意味が、ね、あるんですけども、一つとしては我々一人一人にイエス様は能力を与えて
くださっています。アメン、ハレルヤ。そして一人には5タラント、この5タラントのタラントというところに5が書いてありますが、下の5を見ると、まあ、その上に書いてある金銭的なもの、あるいは才能のようなものプラス、ここにですねもう一つ付け加えたいと思いますが、霊的賜物ですね、主、イエス様は一人一人私たちに与えてくださっていると、第一コリントの12章にもそのことが書いてあるんですね。もう一人一人のキリストの体の、部分、メンバーに、この、御心にかなったその聖霊の賜物を分配しておられると。聖霊の賜物を自分は受けたっていう方いらっしゃいますか？自分が受けたと感じる方、手を振ってください。手を挙げてください。はい、アメン。大勢の方々は聖霊の賜物をいただいているんですね。はい、ですからイエス様はもう気前よくですね、豊かに与えてくださる、そのような王様でありますので、我々ご自身のしもべの者たちにはこの旅人と同じように本当にたくさんのもの、財産、タラントを与えてくださいます。さらに読み続けたいと思いますが、5タラント扱ったものはすぐに行って、このすぐにというところがいいですね。皆さん自分の聖書持っていらっしゃるならば、すぐにというところにね、どうぞアンダーラインをつけてくださいね。すぐに行って、それで商売をして、6番と書いてありますね。さらに5タラントを儲けたとあります。すぐに何をしたでしょうか？商売をしたとあります。6番、商売とは何を意味するでしょうか？まあ、ですからもう一度繰り返しますが、いろんな当てはめがありますね。その中の一つとして6番、仕事もあるっていうことを私たちはぜひ今日、知りたいと思います。そして儲けたと7番、書いてありますが、利益を得た、あるいはその財産を増やしたというふうに私たちは受け取ることができるんですね。そして同様に2タラント扱ったものもさらに2タラント儲けた。18節ですね。ところが1タラント扱ったものは出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したとあります。8番と書いてあります。下の8番、どういう意味でしょうかと見てみると、金銭と才能と、あ、ごめんなさい、金銭繰り返してるんですね、霊的賜物ね、入れてくださいね、ごめんなさい、霊的賜物を用いないですね、隠してしまう、埋めてしまうですね、もう休ませてしまう、ということであります。うん、私たちはこの3人目のしもべのようには決してなりたいと思いません。私たちは上の5タラント、あるいは2タラントのしもべたちのようにぜひなりたいと願います。アメン。で、鍵の一つで、ね、いくつか鍵があるんですけど、鍵の一つはこのすぐにというところではないだろうかと思います。私たちは毎週礼拝に集まります。そしてメッセージを聞きます、祈ります、賛美します、ね、そして帰ります。そしてそのうちに2日3日4日経った頃に、あるいは思い出します、あるいはしかしながら思い出さないでずっと忘れてしまう、ということがよくあるではないかなと思います。このしもべはすぐにですね、そのことを、まあ、実行したんです。使ったんです、用いたんですね。すぐに何を用いたでしょうか？もらった財産ですね、金銭、能力、あるいは霊的才能、霊的賜物ですね。皆さんはすでに、もう優秀ですね。すでに礼拝の中でこの金銭の活用をしておられるんですね。献金箱が回ってきました、ね、もう皆さん入れました。入れなかったのは私だけだったかもしれませんね。もう全部出し尽くしてしまったので申し訳ないんですけども、はい。で、
ですから私たちはすでに実行してるんですけども、明日会社に行きます、ね、この会社の中で私たちはこの神の国のこの例え話を実践することができると信じます。さらに見てみたいと思いますが、19節ですね、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと生産をした。すると5タラントを預かった者が来て、もう5タラントを差し出していった。ご神様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けましたと。その儲けましたというところにさらに9番をつけましたが、仕事をして利益をもたらしたとですね。皆さん、私たちの、会社で仕事をするときには、一つの大きな目的は利益をもたらすことですと。もし利益を私たちが作らなければ、その会社はどうなるんでしょうかですね。やがては閉じなければならないんですね。潰れてしまうんですね。私たちの仕事を失ってしまうことになりますね。ですから、儲けるということは大事であります。今日は最後にですね、また小組を分かれてお祈りの時をぜひ持ちたいと思いますが、自分の会社はどうでしょうか、状態どうでしょうか、ね、儲かっているでしょうか。神様に私たちはぜひ、もしそうでなければ小グループの中でぜひそのことを祈りたいと思いま す, です、ね、21節ですね、主人はそのしもべに言ったんです。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかのものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。もう大きな報いを、その王様はですね、そのしもべのために用意してくださったんですけども、良い忠実なしもべであるということを、私たちはぜひ私たち自身も言われるようなしもべになりたいと願います。ところが1タラント預かっていた者が来て言った、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと。ひどいと思いませんか、皆さんね。その王様をひどい方だと呼んでいるんですね。分かっていましたと。何がですね、この大きな違い、何がこの1タラントのしもべのような心を作ってしまったでしょうか。このひどい方ですね、もう悪い、イメージを主人に対して持っていたんですね。厳しいですね、本当に恐ろしい、もうきちんとやらないと、もうパーンと叩かれる。ですから失敗が許されないですね。それが大きな彼の考え方を支配する思いだったんですね。ですから失敗がないようにですね、隠しておこう、もう損にならないように、私はもうちゃんと与えられたものをそのまま損しないで返すことができるようにしようと、彼はそのように思ったんですね。でここで皆さんですね、ご一緒に今日考える最大のポイントでありますが、私たちが私たちの主人であるイエス様、あるいは天皇お父様に対してどのようなイメージを持っているのかということであります。ビル・ジョンソン先生が、ね、1月に来られたんです。教育者大会である牧師と話したんですね。ビル・ジョンソンはどのような方ですか、ね、4冊本を持っています。2冊読みました。しかしちょっとまだ最後の2冊は読めない、ちょっともうやめた。なんかこう写真を見るとね、厳しそうなそういう表情であると。そして預言者だと聞いてる、ね、だから鋭く、もし私がその東京の大会に行ったならばですね、鋭く私の罪を指摘してですね、ポン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 とこう叱って、注意する、そういう予言をするんではないかなと、こうそれを思うともう本を読めなくなったんですね。そういうふうに言ったんです。どんな方ですか、
で私は言ったんですね、確かに言われる通り写真の顔を見ると厳しそうな印象を受けます。皆さんどう思いますか、ね、私はそう思います。もう写真だけを見るとあ怖そうな、そういう感じがするんです。ところが実際に会ってみるとものすごい愛にあふれている方です。普通は講師が来るとですね、人がいっぱいこう群がってくるので、すぐに、ね、案内してすぐに、ね、外で車が待ってるから、ね、すぐホテルに連れて行って、もらえるからどうですか、はいはいお願いしますお願いします、もう人がいっぱいもう来るともう大変だとね、すぐ逃げていくんで、逃げるというかすぐ帰るんですね。でそうしましょうかと慎吾先生と、ね、話してそうしましょう、そうしましょう。でビル・ジョンソン先生にそれを言ったらですね、いいえ私は回収席に座りますと、ね、そしてみんなとできれば握手したり交わったり、ね、祈ったりしたいですと言ってですね、で実際にそのようにしました。集会に入ると回収席に座るんですね。で説教の時になるとこう回収席からステージに上がって説教終わったら、で説教もワーンワーンワーンという説教ではない、ね、静かに語って、ね、普通の声で喋ってしかし深い本当に感動が残る。で最後終わったらシュッと、ね、ステージから降りてで自分の席真ん中に戻るんです。で集会終わったらやっぱり人がわー群がるんですね。触りたい、一緒に写真を撮りたい、祈ってもらいたいですね、ハンカチを撮りたい、ね、こうとにかくもういっぱい人が、しかしみんなと丁寧に全然苛立ちも何もない、むしろもう本当に神様の愛をもう表したい伝えたい、その必要を満たされるように病気ががんがもう本当に死にそうなそのお母さんが癒されるようにもう願って願って願ってもうどん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 注ぎ出すんですね。それが毎日だったんですよ。3回メッセージをしましたがもう毎回毎回そうだったんですよ。そうですか、いや厳しいそういう預言者ではないかなと思う、いや全然違います。つまり天の父の愛、ね、私たちの今年のテーマですね、天の父の愛を本当に人々に知ってもらいたいと、それが最大のビル・ジョンソンの先生の動機づけであります。そのために生きている、そのためにメッセージをミニストリーをしていると、自分の誕生日の日に毎年ね毎回この話をするんですけども、孫たちを集めて自分が孫たちに自分の誕生日の日に、ね、プレゼントをあげるんですね。自分がプレゼントもらうんじゃない、自分が孫たちにプレゼントをあげると、ね、どうしてするんですか、孫たちに天の父がどんなに愛してるかを知ってほしいからですと、まあ、そういう方ですよと言ったら牧師はもう皿のようにですね目を大きくして分かった、全く誤解していたと、よし家に帰ったら残りの2冊をぜひ読みたいと思いますと、ね、そのように言ったんです。そのことを通して私は思ったんですね、人々に聖書をどうぞどうぞ読んでくださいと、いや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 読みたくない読みたくない、教会にどうぞ、いや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 とんでもない、そんな恐ろしい神様がいるようなところには行くものかとね、やっぱり神様は責めるですね、神様は罪を裁く神様であると、まあ、そういうイメージがあるので、もうそういう神様は近寄りがたい、その神様が書いた本、とんでもない、もう読めばもう自分が裁かれて裁かれて裁かれてもう読みたくないと多くの人は思ってるんですね。父の神の愛の今年のテーマ、
ぜひ私たち自身が体験して体験して体験して、そして日本にそれを流し出したいと願います。アメン。そうするならば、この一タラントのしもべのように何もしない、失敗しない、おとなしく礼拝を守って十一を守って、あと天国に行くような生活から解放されて、神様はイエス様は財産を与えてくださった、能力を与えてくださった、もうタラントを与えてくださった、もう用いましょうとですね、失敗はもしうまくいかない、もう大丈夫です、イエス様は決して裁かないから、責めないから、怒らないから、むしろ応援してますよ、頑張って ね、もう立ち上がってもう一回やり直してくださいと、そのように言ってくださるに違いない。そして霊の賜物が一つですね。もうビル・ジョンソン先生もそう導いてくださったんですけども、我々の中に癒しがある、我々の中に奇跡がある、我々の中にイエス様がもうすでにそれを与えてくださっている。ですから私たちが、もう私ね、ビル・ジョンソンではない、皆さん我々一人一人が用いられることができるのであると、そのように導いてくださったんですね。ですから今日皆さんのその小グループの祈りの最後には、病気ありますかですね、大きな必要がありますか、どうぞ最後に聞いて、お互いのために手を置いてですね、イエス様が自分を通して働いて、自分はそのタラントを決してもう無駄にしない、隠さない、埋めない、それを用いるんだっていう、その信仰を持ってお互いの癒しのためにぜひ皆さん祈りましょう。アーメンですか、約束ですか、本当ですか、嘘ではないね、アーメン、ハレルヤ。それでは最後にそのような祈りのグループを組んで、そしてぜひ祈っていきたいと思います。自分の会社の繁栄のために、また自分の仕事、本当に会社にとってもう儲けを与える、そのような仕事ぶりができるようにどうぞ祈り合いましょう。また病の癒しのために、奇跡のために、ぜひ私たちは信じてその賜物を埋めないで用いていきたいと思います。新しい方々もおられます、ビジターの方々もいらっしゃいますので、どうぞメンバーの方々、周りを見てですね、そして新しい方々にできるだけ話をかけてくださいますようにお願いします。感謝します。それでは、で皆さんの祈りがこの第二礼拝の最後の締めくくりの祈りになります。ですから皆さんが話し終わったら、もう第二礼拝で解散になる、自由に交わったり、あるいは戻ったりすることで、そうじゃなくてそれでは5分間だけですね、そのような祈りの時を持ってください。その後プログラムがあります。どうぞ祈りの輪を作ってください。5分間どうぞ祈り合ってください。お願いします。
感謝します。ハレルヤ。それでは、お祈りをどうぞなるべく終わらせてください。感謝します。最後にイエス様に拍手を送りましょう。感謝します。アーメン。それでは、これからのプログラム案内をふみ姉妹にお願いします。どうぞ、はい、これからバレンタインのお食事会があります。今日は姉妹の皆様が作ってきてくださったおにぎり、お寿司、サンドイッチ、スープなどあります。あ、デザートもあります。それでですね、数種類ありますので、おにぎり一つ、サンドイッチ1つ、お寿司1つぐらいをまず取っていただきまして、それからスープの方はこちらで配りますので、お食事をお皿に載せましたら兄弟の皆様がテーブルを出してくださいますので、適当なところにお座りください。それで今日は特にプログラムがありませんので、テーブルで交わってくださったらいいなと思いますので、めいめい各自テーブルでお祈りして始めてください。で今宿野部さんがテーブルを出してくださいます。あとですね、お食事は作ってくださった方は特に費用は必要ありません。で特に持ってきてない方は1人500円で食べられます。お食事とスープとドリンクで500円です。で自分でお弁当を持ってきてくださった方はスープとドリンクを100円で食べられます。はい、ではじゃあ次場所の方の段取りよろしくお願いします。初めての方は無料。すみません、初めての方はご招待で無料ですので、ぜひ。